ね、お久しぶりです。久しぶりに心霊どうでしょうかみたいなさ。で、私はこうやって送ると、ね、どういう返事なのみたいな、いいねってことみたいなさ、やったーって、奈々ちゃんが行けるとき教えてもらったの合わせます、グーってね、ここで終わってんだよ。全然話が進展してないんだけど、わ かりづらい。山ちゃんと心霊行きたいんだけど、だから言ってんじゃん。心霊ってさ、夜じゃん。で、結構長時間になるでしょ？例えば一件だけじゃ終わんないじゃん、心霊配信って。一件行って、じゃあ次はもう一件行って、じゃあ最後に締めで3件目行ってって。で、帰ってくるのがちょうどね、深夜から朝方になったりとかさ。そう、だから土曜日とかだったらいいんで、次の日休みだからね、私。定時放送も朝がないからみたいな。ただ今週はほら、ひーちゃんの誕生日会に私行くから土曜日はダメなんだよね。で、来週は来週で千葉でデートすんだよ、私。いつきくんっていうあのニコ生の人とさ。今週と来週はちょっと無理かな、みたいな。埋まってんのよ、土曜日は。あなたたちね、忙しいんだから、おじさん。ね？そういうコラボなって、一日ね、何件も来んのやりましょう、やりましょうってさ、ヘイヘイくんとかね。で、山ちゃんとか、ヘイヘイくんとかさ。ね、部長山田くんとかね。忙しいんだから、その裁くのさ。心霊は土曜日とかの方がいいかなっていうね。土曜日とかに行ってね。ただいい。山ちゃんはさ、今さ、TikTok でめちゃくちゃ人気だからさ、心霊配信の、なんつうのかな、あんまり TikTok ってそういうのやってる人いないんだけど、すごい人気なのよ。1000人とか行ったりとかね。多い時2000人とか3000人とか行ったりね。だから、今はツイキャスの方はちょっとね、お休みっていうか、まあ、やってるけど、TikTok の方をメインにやってるみたいな。そう、そのね、TikTok のイベントでも1位取っちゃったりとか。すごいっしょ。だから、そうやって、配信サイトによってはね、合う合わないとかあるんだよね、やっぱね。バズり方も違うし、みたいな。そうだよ。で、私、この間ね、TikTok に、私のね、推しのキャラクターを載せたのよ。ペッサリキョウコちゃんっていう心霊のキャラクターさん。それ2万回ぐらいしか再生数がつかないの。そう、全然バズんなくて。だってね、私のね、切り抜きとか100万回再生とか言ってんだよ。なんで本人の推しのキャラクターが2万回再生なの？みたいな。どういうこと？みたいなさ。本人なんだけどね、みたいなさ。切り抜きがバズって。なんで本人がバズんないの？みたいなさ。いつきくんはだからデートする。来週ね。ニコ生主の。来週の、だから土曜日かな。決定だね。西臨海公園でピクニックすんだよ。西臨海公園。千葉の。そこでおデートをするっていうね。ヨギママがエロって言ってるんでしょ？ヨギママリップしてて、その麦わらのレイ君にちょっと出せない写真なのね、これ。裸だかな。ここに出したいんだけど、みんなも意味わかんないと思うんだけど、そこのね、麦わらのレイ君がお風呂で撮ってる写真に、ヨギママがリップをしてるわけよ。リプラインを。そこで、エロって書いてあるだけって話。でもね、ヨギママってさ、そういうね、X とかの男、ヨギママのさ、いいねの一覧を見てごらん。すごいよ。見たことある？みんな。その、いいねの履歴みたいの見れんね。その人がさ、何を押してるかっていうの。それを見ると、若い男の子ばっかいいね押してんのよ。怖くない？若い男の子の裸のやつとかさ。
なんかなんか漁ってんじゃないかなみたいな。じゃあ私はね、そういうのいいにしないの、私のアカウントでも。あの、わきまえてるというかさ、だってみんなに見られちゃうじゃん、そんな押したらね。だってエッチなやつとかだったらみんな見るでしょ、ついてきちゃうじゃん、特定したりとかさ。私の場合は、その、なんつうの、裏顔があるんだよね。そういうエッチなやつとか、そういう自分が興味あるやつをいいねする。例えば都市伝説のやつとかさ、そう、裏顔作ってんの、私も。うん。な、表の方は、ね、配信で使ってるから、仕事とかで。うん。ヨギママちょっとね、やばいよね。昨日とかさ、私もね、ヨギマンの枠見てたんだけど、あるかな、ここ。なんかね、ちょっとね、こういう顔になってたよね。不機嫌でしょ。なぜ不機嫌なのかわかるよね。この数字ですよ、ここの。コメントが止まってて5分間不機嫌になってるね。閲覧どんぐらいって13人だよ。日に日に下がってってんね、ヨギママね。ヨギママもなんだかんだ言いながら焦ってんすよ。でもね、もうここで宣伝してもね、あのもうね、手遅れなんすよね。もう散々宣伝しまくったから効果がないんすよ。その、巷で言われてるモンジョリチートってやつね。だいたいここで話すれば100人ぐらい増えたりとかすんだけど、ヨギママの場合全く増えないの、最近ね。そう。無理っすなんだよ。それでね、またなんか DM かなんかで来たんだけど、ヨギママのまたクレームが来たんだよ。私ってナナちゃんの枠で、有料のアイテムとか投げてんだけど、みたいな。ヨギママにしつこくされてて、みたいなさ、相談みたいな。私の枠で、なんか、有料アイテム投げてってすごいしつこいみたいな。営業されてるみたいなさ。でもさ、それをさ、私に言われても困るよね。それは他の枠の話だし、ヨギママとはお友達だし、別にそれをやめろなんて言うのもさ、私お門近いよね。そうじゃない？ヨギママに対して、そのリスナーさんにね、そう営業かけんなっつうのもさ、それはヨギママのやり方であってね、リスナーの取り合いや別にどこに投げようかは関係ないんだけどね。ここで投げてる人が別にヨギママのとこ投げても、キショウ君のとこ投げてもね、ふじみちゃんのとこに投げても私は別に気にしないんだけど、気にしないのよ。ただ、ヨギママの営業の仕方が悪いんじゃない？ねえ、そうやって金銭を要求するんだったら、やっぱりそれなりのね、ことをしなきゃいけないし、楽しませないといけないしね。それに釣り合ってないかな、そういうクレームが来んじゃないかな。ただ、ちょうだいちょうだいってね。大変っすよ。